今回はレクサス ISF に乗っています。 ISF はレクサス IS をベースに V8 5リッターエンジン8速 AT を組み合わせたスーパースポーツセダンですね。そのパフォーマンスはエンジンが最高出力423馬力、ちょっと前まで280馬力を上限に抑えられた国産車のエンジンとしてはもうこれはもう驚くべきパワーと言っていいと思います。それから最大トルク 51.5kgm、 これもまた、これまでの国産セダンというか国産スポーツカーでもそうですけど考えられない数値です。トヨタが5リッターエンジンにこだわったのは低中速でのトルクをとにかく出したいと、初期の力強さ、そこを重視したいということです。でトップエンドも7000回転ですから、ちょっと伸び感という点では若干物足りないところもありますけども、そこは8速の AT で補っているというか、ステップインが小さくすごい細かく刻んでいくのでつながりがとてもいいですね。ボディサイズもそれほど大きくなくけれども、大人4人が乗れるきちんとした実用性を持ちながら、日本ではちょっと、無理ですけども、実際に最高速度実測で300キロというふうに言われています。芦ノ湖スカイラインをですねこう流していますけども、普通に今 D レンジでこう楽々と走ってですね、エンジン回転は、現状2000回転に行くか行かないかぐらい、それぐらいで十分余裕で走れてしまいますね。で、高度なんでそんなスピードは出せないんですけども、ちょっと今マニュアルトランスミッションにして今5速です。はい、もう2に入りました。今5から4、3に到達しました。で今また5にしました。ちょっと見ててくださいね。今また5から2に落としますね。はい、プロのドライバーでもですねマニュアルミッションでここまでは速くできないんですよ。やっぱここはですね、特に通常のトルクコンバーターを使ったタイプの AT としてはもう世界でもまさに、世界一と言っていいと思うんですけども、抜群の速さですよね。ハンドリングはですねこれだけのパワーを与えた後輪駆動車としてはですねかなり、頑張ったと言っていいと思います。もちろん、旋回中にアクセルを強く踏み込めばパワーオーバー傾向になってすぐリアが出てしまうんですけども、そうした場合はですね、VDIM という、統合制御システムが働いて、車輪の姿勢を抑えていきます。富士スピードウェイに続いて今回は行動、特にワインディングで乗ってみました。423馬力というパワーですね、さすがに公道では持て余すのは事実なんですけども、スーパースポーツカーと5して走れる性能とセダンの快適性、実用性、これを併せ持つ車が日本車で出てきたっていうところですね。ここがやっぱり ISF の価値であり、注目していくべきところだと思いました。